吉宗評判記暴れん坊将軍。肥後の国熊本城、かつて豊臣秀吉の中心として知られた加藤清正が52万石の総力を結集して建てた名城である。だが加藤家は寛永9年にお取り潰しとなり、100年後の吉宗の時代には細川家の居城となっていた。そんなに急いで転んだらどうするの。おあ、父ちゃんだ、父ちゃん。おいい子にしてたか。おか、はい、お土産だ。よっ、ご苦労様、疲れたでしょ。なに、飽きないがうまくいけりゃ疲れなんぞねえや。お、それよりな、土産だ。嬉しい、何かしら。ああ、そうやな。わあ、かすり、ありがとう。いや、久留米までちょいと足を伸ばしたもんでな。な、それよりもな、早くおめえの酌で一杯飲んで行きます。あ、はい、どうか。どうもいつもお世話になってます。あ、さあ、着いた。重いな、お、頭気をつけろ。よいしょ。上様、ああ、いよいよ江戸へ戻られまなりませぬな。うん、忠相も首を長くして待ってることだろう。ああ、しかし思わぬ命の選択をいたしました。時にはこのような旅も良いものですな。道中ブツブツ言い通しだったのはどこの誰だったかな。それをおっしゃいますな。昔から年寄りというものは口うるさいものだと決まっておりまする。勝手なやつだ。上様、おけがは？大丈夫だ。それにしても今の者たち、俺を吉宗と知って襲ったのであろうか。万一さようならば、まことにもってけしからん振る舞い、きっと究明せねばなりますまい。それにつきまして、耳にしたことがございます。上様、まずは宿へ。うん。何？熊本藩に内紛があると申すのか。はい、家老職の二人が断るごとに対立し、藩内の祭りごとにも差し障りがあると聞きました。しかも、なんじゃ、早を申せ。これはあくまでも風聞ではございますが、寛永9年にお取り潰しになった加藤家の残党の血を引く者たちが時に不穏な動きを見せるとか。では先ほどの刺客はその者たちだと申すのか。100年前の亡霊が
いまだ世間を騒がせているとはな。しかしまずいですな。熊本藩は薩摩佐賀九州の大半を抑える大切な役目を持っておりまする。その藩内が乱れていてはまさかの時のお役に立ちますまい。越中守は熊本にいるのか。はい、参勤交代にてただいま江戸に。上様いかがでしょう。いっそ熊本まで足をお伸ばしになったら。江戸の方は構わんのか。今となっては十日や半月遅れたとて同じこと。使い鳩でその旨知らせましょう。上様、め組の者たちが参っております。そうか、みんなは江戸へ立つのか。いいえ、上様を阿蘇見物にお誘いするつもりのようでございます。みんな阿蘇行くって本当か。そうなんだよ。ここまで来たのに阿蘇のお嫁を見ないで帰る方はないって田之倉屋のおてるさんも言うしさ。大きな穴から煙が吹いてすごいんですよ。ねえ新さんも一緒に行きましょうよ。江戸へ帰ったってどうせ大した用事があるわけじゃねえんでしょ。まあそらそうだが、うん、だったらいいじゃありませんか。阿蘇の方にもね、理由があるそうです。新さん、じゃあ行こう。行きましょう。行きましょう。行きましょう。そうだな。よし、みんなで阿蘇見物に繰り出すか。ねえ、あんた。うん。おう、おめえもこっち来てみな。これよく回るぞ、この風車。悪いんだけど、私ちょっと出かけてくるわ。おいおい、せっかく俺が帰ってきたばかりなのに、もっとゆっくりしたらどうだ。ごめんなさい、頼もしのことでどうしても行かなくちゃいけないの。うん、じゃあしょうがねえな。いい子ね、おとなしくしてるのよ。うん、母ちゃん、早く帰ってきてちょうだいね。はい、行くの。鍛錬は怠らなかったようだな。あなた、大村天禅、お前同様忍びの者として加藤家に仕えた家柄だ。瀬川と野田だ。まだ仲間はいるが、後で引き合わせよう。ついてこい。将軍家を暗殺する。そうだ、吉宗は今別府にいる。わしの手の者が知らせてくれたのだから間違いはない。どうやら江戸の大店の主人の用心棒という触れ込みで旅をしているようだ。身分を隠している方が我々としても狙いやすい。幕府によって滅ぼされた加藤家の恨みを晴らす時が来たの。それで私に何をしろとおっしゃるのですか。将軍家を殺すのはお前の役目だ。私が10人ほどの刺客を別府に送り込んだが、多分暗殺に失敗しているだろう。それがわしの仕掛けた罠だ。罠。そうだ、吉宗を守る御庭番がどうせ我々の噂を耳にするに違いない。その上、刺客に襲われたとあれば連中は必ず熊本に乗り込んでくる。そこが付け目だ。
女のお前ならば吉宗に近づきやすい。道中を狙うもよし、ここで待つもよし。やり方はお前に任せよう。話はこれだけだ。しっかり頼むぞ。お待ちください。そのお役目、私には荷が重すぎます。お断りいたします。断る？私の他にも忍びの方々大勢いるはず。いや、わしが選んだのはお前一人だ。おみつ、一旦言い渡されたお役目を断ればどういうことになるのか分かっておるのか？お前には駒物屋の亭主と子供がいることも知っている。だがそれはあくまでも仮の姿。我々の命に背けば親子三人が死ぬことになる。よく考えることだな。帰ってきてたのか。あんまり遅いからどうしたのかと思ってたぜ。ごめんなさい。話が長引いちゃって。なお、みつ、久留米に店を持たせてくれるって話があるんだが、おめえどう思う？私よりあんたはどうなの？うん、まあ行商も稼ぎになるが、おめえはおきみから離れてる時も多いしな。そうね。うん、まあそこへ行くと店を持てば親子三人で毎日一緒に暮らせるんだ。それを考えると少しぐらいの苦労も構わねえとも思うしな。まあよく考えておいてくれ。寝ろ。して、それじゃ奴ら阿蘇の大山見に行ったんですか？うん、先刻知らせを持った使い鳩がついた。ということは、あの上様も一緒ですね。そうだ。実は熊本の細川家に少々問題があったが、それを調べに行かれたようだ。いや、まあね、それは新さんは仕事だからいいんですが、うちの連中はどうなんですよ。足がこうやって足痛めて留守番してるっつうんですよ。まあそう言うな。あそこまで行って阿蘇の大山を見ぬ方はないと無理に誘われたんだろう。さあどうですかね。おさえにやるら調子もんだから、てめえから真っ先に騒ぎ立ったに違えねえんで。お子さん、あしたね、あんなの返したら今度こそ離縁しますよ。おいおい、あ、本当ですよ。怒ってんですから。お客様、お茶をどうぞ。おー、すまんな。お前も留守番で気の毒だな。いえ、気楽でいいんですけどね。これで頭が一層いないと。何？なんだ、俺いねえとどうなんで。寂しいなあって。調子がいいな、この。これなんてめっちゃ。あった、あった。ああ、大変。ああ、おかみさん。しっかり歩いてくださいよ。ダメージちゃん。ほら、阿蘇の女が見えてきたわよ。私もこれ以上登れないよ。しょうがねえな、おい。これから山へ登ろうってのには。そんなことないよ。そんな真似したら私は死んじまうよ。どうするの？おい、セクトリー、背負って行ってやんなよ。冗談じゃねえよ、おめえ。こっちが死んじまうよ。さあ、もうしかしないよ。どうしたんだ、こんなところで。新さん、ダメなのよ。お姉ちゃん、普段から体動かしてねえもんな、おい。大体足の大きさの割に胴が重すぎんだよ。何とでもいい。いいよ、白状物ばっかり揃ってるんだから。江戸に帰ったらうちの人に
じゃあこれまあ、内山を用しても仕方がないだろう。まあ、このままでは山は無理だろうから、一旦熊本へ出て改めて登ってはどうだ。そうだよ、それなら私だっていくらだって歩けるよ。やっぱり新さんはいいこと言うね。それじゃあお姉ちゃん、元気を出して歩きましょう。それじゃそうしようね。さ、しょうがねえな、行くか。ああ、やってなんだ。おかみさん、転びよ。下りは早いな。どうやら道中で襲ってくる様子はありませぬな。うん。お、半蔵たちと落ち合う宿は。はい、笹屋です。石松屋の縁者だそうで。行こうか。お、どうだった。対立している家老は分かりました。安藤首里と藤井兵庫の二人です。藩内の人望は藤井の方に集まっているようですが。安藤という男、なかなか強直な人物らしいな。それだけに部下に対しても厳しく恐れられているとのことです。いや、大村天然という男がいてな。いや、普段は子供たちに読み書きを教えているのが、この5日ほど妙に浪人どもがうちに集まってくるそうだ。土着の人間で、先祖は加藤家に仕えていたものらしい。俺は大村の動きを追ってみる。お園は家老の方頼む。はい。半蔵殿。なんだ。藤井と安藤のどちらを選びますか。賭けだな。いや、俺ならまず評判の悪い方を確かめてみるか。相手は藤井兵庫か。おお、おなごの忍びを使うというのか。はい、おなごなれば狙われた相手も気を緩めますし、何かと便利でもございます。うん、しかし腕は確かなのか。腕は。ご心配には及びません。おみつの四代前の先祖は私の曽祖父と並んで加藤家に仕える忍びの者を束ねておりました人物。加藤家お取り潰しの折、草となって熊本に潜むよう言い残しましてございます。草か。はい、断る日まで一切の身分を隠してその地に潜む忍びの者を草と呼びます。お役目は親から子へと必ず語り伝えられまするが、中には良き夫、良き父として生涯を安穏に暮らす者もおります。なるほど。ただし一旦お役目を言い渡されたときは全てを投げ打って働かねばならぬとの厳しい掟がございます。おお、恐ろしい執念というべきだな。時に御前、吉宗暗殺に成功した後のことでございます。その方の望みをまだ聞いていなかったな。何なりと申してみよう。はい、私めを武芸師範としてお召し抱えいただくことが一つ、それから御領内に潜む忍びの者たちを一人残らず召し取っていただきとう存じまする。この後は私も安穏な暮らしをいたしたいと思いますので。ああ、よし、わかった。昨日は島津家から五千両軍資金が届いた。わしが薩摩と結んでいることを知っている者は誰一人おるまい。
島津様の狙いは大きいぞ。吉宗公暗殺の混乱に乗じ、戸様大名に檄を飛ばして一気に幕府を倒し天下を制する。その折にはこのわしに熊本城を与えるとのお言葉を聞いておるのだ。おお、ここだここだ。お姉ちゃん、ついたわよ。あたしもう一歩も歩けないよ。おい、これも明日が思いやれるぜ。おい、お前たちも来てたのか。そう、新さんたちもここでしょ。そうだ。さあさあ、さあさあ、入ってください。頼む旦那、どうぞ。さあさあ、あれらしいな。ヒゲシの一行は女が二人、男は四人。吉宗一行の二人は足らんぞ。先についてるのかもしれん。とにかくお密に知らせよ。吉宗が笹屋に着いた。やあ、新さん。あ、新さん、どこ行ってたんですよ。はい、来てくださいよ。なんでいい機嫌だな。ええ、もうじゃんじゃんやってますから。おかみさんが踊るってんですよ。おでもやを。面白そうじゃない。ええ、おでもやをか。さあさあ、旦那様。おい、新さん来たぞ。おい、派手にやろうぜ。派手にやろう。さあ、旦那様、おい、旦那様、おい、旦那様。新さん、郷に行っては郷に従いって言うでしょ。ああ、その通りだ。あたしはね、ここの歌で踊っちまうからね。やめなさいよ、ちょっとお姉ちゃん。何を言ってんだよ。あたしはね、踊るって言ったら踊るんだよ。お願いします。あ、待ってました、待ってました。踊るからね、ちょっと早してちょうだいよ。早い、女だと。はい、上様もお気づきになった二人の浪人者がその足で家を訪ね、何やら結び文を投げ込んでいった様子です。武士の女房ではないのか。はい、名はお光といい、亭主は小間物屋でも吉、6歳の娘を持つ仲のいい夫婦とのことです。妙だな、町人の女房が一味に加わっていたのか。上様、おそらく草ではないかと思われます。うん、身分を隠しその土地に住み着いている忍びの者だな。はい、それから定石画廊の安藤首里には何一つ疑わしい節はありません。よし、明日はめ組の者たちと阿蘇へ登ることになっておる。連中が動き出すのはその時だろう。それまでにできるだけのことを探り出してくれ。はい、女房の動きにも気をつけろ。わかりました。どうしたのお姉ちゃん。おい、おかみさんは泣き上手だったかよ。おい、違うよ、違うったら。ここにうちの人がいたらなと思ったの。もう悔しくってすまなくって。
おかみさん、安心しろよ。おかみさんが今度の旅を楽しめば、江戸にいる頭だってきっと喜んでくれるよ。新さんはやっぱりいいこと言ってくれるよ。そうだよね、お前さん。おさえ、おい、キュー、キュー、ちょっと来い。何ですか、頭、こんな夜中に。おめえ、何か言ったか。別に何にも。そうか、わかった、じゃあ寝ろ。まいちゃん、せっかくよく寝てたのに。悪かった、悪かった。な、早く寝ろ。おやすみなさい。あ、おやすみ。うさえ、あれでもいねえとやっぱり寂しいもんだな。今騒げばみんなが目を覚ます。表へ出ようか。お密だったな。働き者の亭主と可愛い娘がいるそうではないか。お前が果たそうとしている役目は、その幸せな暮らしを犠牲にしなければならないほど大切なものなのか。武士には武士の掟がある、意地もある。俺もそこまで否定しようとは思わん。だがなお、ミツ、その掟や意地が一人で歩き出し、一番大切な人の心を踏みにじるようなことは許せんのだ。お前がなぜ俺の命を狙うのか、その裏には何かがあるはずだ。それを話して大切な亭主や子供のところに帰れ。それがお前の選ぶべき道なのだ。どうだ、おみつ。私はもう死んでいなければならないのです。亡くなった父が忍びの者の心を固く言い残していきました。まして私は上様の命を狙い、ご神所に忍び込み捕らえられたのです。こうして言葉を交わすことさえ忍びの掟から外れています。私が自害できなかったのは、上様のおっしゃる通り、夫と子供の顔が浮かぶからでございます。どうか私を
てうちにしてくださいませ。私はもう帰る道をなくした女でございます。俺は天下の風来坊徳田新之助だ。上様、今夜のことはすべて忘れよう。さあ早く家に帰れ。安心させてやるんだ。おみつ、死んではいかんぞ。いいな。帰ってきた日からすっかり変わっちまったな。一体何があった？わけなんか聞かなくてもいいよ。それよりもな、黙って俺のところから姿を消したりはしないでくれな。お君のためにも頼むよ。おいつ、お前さん、逃げましょう。逃げる？さあ逃げるの。そうすれば親子三人で暮らせるわ。しかしお前またどうして。黙って私についてきて。おきみ、おきみ起きるのよ。当座の着替えだけでも早く。おとなしくついてこい。母ちゃん怖いよ。子供とうちの人には手を出さないでください。よし来い。おい、忍びの者の魂をなくしたのか。狙った相手を逃がしたばかりか。我々の前から姿を隠そうとするとは何事だ。上様は立派なお方です。私には殺せません。黙れ。私は覚悟しています。ただ何も知らぬ夫と子供の命だけは助けてください。あの人は私をただの女と信じ込んで妻にしてくれたのです。もう一度機会をやろう。明日お前がお役目を果たせば亭主と子供は返してやる。熊本を離れることも認めよう。やるか。明日阿蘇に登ると言ったな。火消しどもも同行するはずです。藤井様は巻狩の名目で手勢を連れて草千里まで来られる。我々は頂上付近に潜み、まずお光にかからせる。お光、捨て石だ。あの女が切られれば向こうも油断が出る。そこを狙う。明日だ。明日になれば全て片がつく。お姉ちゃん、お姉ちゃんったら早く。おかみさんしっかりせえよ。新さんさ
まっちゃったのよ。だってしょうがないじゃない、二日酔いなんだから。さあさあ行きましょう。頂上で待っててくれるはずだから。はい、行きましょう。途中でへたばらないでくださいよ。いい、大丈夫か。はい、大丈夫でございます。上様、やはり藤井を操っているのは薩摩の島津公にございます。ありそうなことだ。俺を殺して幕府に揺さぶりをかけ、天下を騒乱に導くつもりだろう。そのために徳川に恨みを持つ加藤家の残党を使うとは、上様、やり方が憎いではありませんか。おみつは家族と共に逃げようとして捕らえられ、大村天禅の家に連れ込まれました。そうか、相手は俺たちが阿蘇へ登ることを知っているだろう。じい、お前はここで待っていたらどうだ。え、何を言われまする。上様のお命を狙う不定の者ども、何としてでも成敗せねばなりません。さあ上様、参りましょう。年寄りの冷や水にならねばいいがな。エスコランことを安藤おそのおふくろになよ。大丈夫じゃ、余計なことするな。大丈夫大丈夫。兵士と子供は草千里まで連れてきた。裏に言えば殺すぞ。大切な亭主は子供のところに帰れ。それがお前の選ぶべき道なのだ。あんた、おきの、ごめんね。上様、忍びの者が。上様、うちの人とお君が。おお、さあおかみさん、おい、あそこが草千里だ。おい、頂上はもう近いぞ。ほらお姉ちゃん、頑張って。はい、頑張れ。止まれ止まれ、並んで。これ以上登ることはならぬ。江戸火消しの者どもだな、小屋へ閉じ込めておき。ああ、何をのかしやがるんだよ。やがれ。なんさあ来い。こで待て。おじさん、残念ながら打ち漏らしました。何、まもなく来れ参ります。指導の者、抜かるなよ。の亭主と子供はどこだ。無益な殺傷をやめて話してやれ。あまり、この者を引っ捕らえろ。逃げろ。どう、下がれ下がれ。そのお方をどなたと心得る。八代将軍吉宗公なるぞ。無や高い。藤井兵庫、その方、熊本藩家老の地位にありながら、密かに薩摩と結び、加藤家の残党を使い、我が命を狙うとは何たること。騒乱の世ともなれば、何の罪もない庶民が苦しむばかりではないか。己の野望に負け、武士の魂を失って愚か者、天下万民に成り代わり、成敗してくれる。この者が将軍だぞとは、真っ赤な偽りだ。切れ。
切れ！半蔵殿、成敗。茂吉とおきみちゃんは無事か。当たり前やおめ、ちゃんと助け出したよな。おみつさん、よかったな。事のいきさつは加納から密かに定石家老安藤首里に伝えられた。上様、この度の数々の不始末、どうかこの安藤の命に代えまして、殿にはお咎めなきようお願い申し上げます。バカなことを言うな。俺は天下の風来坊徳田新之助、熊本藩に何があったかそんなことは知らん。上様、何事も死ねば済むと思うのが武士の悪い癖だ。今後とも越中の神を助け、薩摩の抑えとなってくれ。頼むぞ。はは。翌日、吉宗の一行は江戸へ。おみつ一家は新しい暮らしを求めて久留米へと旅立っていった。忍びの掟から逃れた親子の将来を祝うように、熊本の空は真っ青に晴れ渡っていた。誰はしないさ、負けてたまるか、ぐっと睨むこの目に血がたぎる。吉宗評判記暴れん坊将軍、次回は。死んではいない、お前さん。増上寺様の声を、神谷の後のことは頼む。お前さん、しっかり、お
前さん。みっちゃん、俺が怖いってる間に、とても姿になりゃ。川田やめ、俺が聞くとも知らず、増上寺が燃えれば稼ぎになる、などと、そろりと口を滑らしおったが。増上寺様御用、宮大工加納屋の後目は、七代目棟梁として、一家を束ねさせていただきとうございます。次回、江戸育ち女棟梁、どうぞご期待ください。